醤油像が並ぶ北町通り株式会社各張は、和歌山県有田郡岩佐町岩佐にある、醤油を主力とする調味料のメーカー。岩佐町は、諸説ある日本における、醤油発祥地の一つで、その醸造文化が2017年度には、文化庁から日本遺産に認定されている。鎌倉時代、同じ木の国の広告時の層であった。 心地革新が日葬時に学んだ系山寺味噌の製法を湯浅の村民に教えている時に仕込みを間違えて偶然出来上がったものが今のたまり醤油に似た醤油の原型だとされている。江戸時代、湯浅の醤油作りは奇襲藩の庇護を受け発展し92件もの醤油屋があった。しかし第二次世界大戦後の混乱などにより 1949年には23件にまで減少。その後も大手との競争激化などによりさらに減ったが、今日でも各町や湯浅醤油など5件が醤油作りを続けている。湯浅の醤油会社は大手との差別化のためだか付加価値商品や伝統的な製法を重視する傾向にある。その中でも各町は湯浅では現存最古の醤油造であり、江戸時代以来の 湯浅たまりという製造法と手作りを唯一続けている。この湯浅たまりは標準的な規格分類だとため醤油ではなく濃い口醤油に属するが一般的な濃い口醤油と比較して大豆の割合が多い。醸造は冬に始める缶字込みを守り吉野杉の木家を使い幕末期からの蔵の天井や壁にいる蔵付き工房を生かしている。一方でこうした 古風な製法で作った醤油をフランスに輸出したり、養殖用のジュレをヒントにした必要などを開発したりしている。ありがとうございます。